飛んでいくんや。なんで飛んでいかへんのや。ジャストコーズ実況、不完全紳士の戦い。はい、どうもこんにちは、こんばんは。カピバラは50キロで走ることができるユーロです。ではやっていきましょう。だいぶ操作慣れはしたんだけど、まだこのちょっと独特の操作感があるので、できないと。慣れてないっちゃ慣れてない、慣れてるっちゃ慣れてる感じですよね。とりあえずヨットが気持ちいいんで。リコポツン。めっちゃちっちゃい。あっちのボートもいいな。ボートというか、なんだこれ、水上バスみたいな。めっちゃ逃げてる。もうちょっとあっちもいいから、あっちに乗り換えよう。おーい、ごめんよ。まあ一緒に乗ってもいいんだけどさ。あ、これ早いわ。さあこれで一気に前線まで行っちゃいましょう。なんか懐かしみなボートもあったぞ。 OK、 追跡。はい、裏方仕事開始します。はい、着きました。で、運転するか。あ、違う。裏方の仕事を開始。 OK。 さあこっからかな。どんな仕事があるんだこれ。お、いいやつ。サルヘントはいいやつだ。Most of the stuff he recovered is standard black ammunition. I also found some of these. I'm not sure what they do. We didn't want to mess with them. ああ、ここでエアリフターが来る。なるほどな。Good find, Sargento. This could be useful. They won't have a screwdriver. ドライバーあるか。Are you adding that to your grappler? No, hold us. You have to make do with whatever you find.What are you gonna do with that? いいね。ゲッチンバ。Black Hunter coming, Sargento. Mierda. Listo. I'll drop the truck. I've got a chopper nearby waiting to extract this. 近くにヘリを待たせてるんだ。Make sure you get one piece. Gracias, parcero. We're moving out. なんかこういうムービーシーンはなんかクオリティ低いようなこのゲーム。言っちゃ悪いけど。言っちゃ悪いけど。さあ、でトラックにグラップリーフックで乗れと。で行くのか。その風船なかなかクールだな。なるほど。いきなり壊してしまったが。運転あれ。 OKOK、 やっといった。まあ自分が悪いっちゃ悪いんだけど。さあ、ん、路上に何かある。路上に何かあるので、はい、でグラップリングフックメニューを開きます。でエアリフターが使えるのか。おー、オッケー。ここではグラップリングフックロードアウトの編集を行うことができると。でここを中にすると、でロードアウトメイン画面に戻ります。これでこのロードアウトにエアリフターをセットすることができましたと。つまり中をセットしたと。はい、エアリフター作った道を片付けましょう。あ、そういうことか。はいはい、ここでグラップルで離す。ああ、なるほど。おお、面白い面白い。こういうことね。ああ、まだこれあれか。はいはいはい、こうやって
あーもう無理なのか。こういうことね。はいはいはい。でサルペントを回収地点までエスコートすると、だからここにもこれつければいいんじゃない。Keep your eyes on the road, Sargento. Cause I think I could do it. I've always wanted to do something important. え、これで無理なのか？ It's complicated, Sargento. 浮かないのか？ Listo, listo. Later.浮いてくれ。あ、浮かないんだ。よしよし。OK。で、ここを浮かす。よし。ああ、まだか。浮かしていく。よし。これでエアリフターの練習ができるようになってるな。なるほどな。This is what works for me, Sargento. You find what works for you. よいしょ。For now, just worry about getting us to the extraction point. スマートライフルの方がいいかな。オッケー。なんかめっちゃ集まってきた。ていうかめっちゃ進んでる。サルハント、俺置いていくなよ。はいはいはい。こうやって片付けるっていうのも一つの方法だよな。はい、こんな感じで。お、しつこいな。よし、オーケー。飛んでいくんや。なんで飛んでいかへんのや。待ってくれー、サルハント。オーケー。お、脱出できたかな。まだか。面白い、ミッション面白い。お、ここに武器がある。よし。とりあえず武器を取って、これで破壊しよう。オーケー。オーケー。これでガンガンやっていって、お、到着した。援軍が到着。ナイスだ。来い来い。ん？もう終わりか？あ、どっちだどっちだ。めっちゃなんかひどい殺し方してる。ああ、なるほど。 OK。 これ強え。めっちゃ強え。これ無敵じゃね。あ、こっちはこっちでヘリを倒してくれていた。無敵の力。オーケー。派手め破壊がいいよな。よし、いいね。ちょっと普通の武器を取ろう。ナイスナイス。
オッケー、行ったんじゃない？守ったぞ。全然トラックも無傷だし。オッケー。ヘリが来れば、ブラックハンドもおしまいだ。お、裏方仕事成功、よし。ジジジジ。みんなジジ。みんなジジだ。組織は助け合うもんだ。そうだそうだ。いいこと言う、リコ。ナイス、よっしゃー、ジジジジ。お、で、サルヘントを手伝ってカオスアーミーを訓練しよう。あ、なるほど。サルヘントの裏方仕事を手伝うことによって、今日は、エアリフターを手に入れるところまで行ったけど、それを強化しようと思うと、さらにミッションを進めていくと。だからサブクエで、エアリフターとかそういうリコの、フックアクションを増やしていくという感じなんですかね。はいはい。だからメインだけじゃなくてサブもやらないといけないっていう感じですね。もし面白みを持たせようと思えば。はい。こんな感じで、サブクエもやりつつメインクエストもやっていきたいと思います。じゃあ次回はメインクエストにしようかな。はい。またご視聴してください。ユーロでした。バイバイ。で、ブースターを点火。あ、こういうことね。あ、なるほどな。は、離した地点にブースターが。お、いいね。いいんじゃない？Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember